とても濃くて。私たちの力も増した。それでどうするつもりなのかしら。あなた一人でどうにかなるの無理でしょうね。きっと無理だって。そんなことをしたらあなたが消えてしまうものねえ。先ほどの蝶のように。たとえ無理だとしても、私の存在をかけてケイちゃんだけは助けるつもりよ。こんなことで存在をかけるつもりなの？あなたが消えれば主様の。それでもいいの？本当にいいの？それでも私は構わない。なのね。冗談で済ませたいならケイちゃんから離れて。姉様、引きましょう。所詮はよろく。そうね、捨て身で来られるとさすがに面倒ね。御影と違って私はまだ吸い足りないのだけれど。この場は引いてあげましょうか。でも次にあなたが私たちの邪魔をするようなら、私たちが存在をかけてあなたを消し去る番。もっとも私たちの目的とあなたの存在意義は相入れないものだから。時期にぶつかるでしょうけど、せいぜいそれまで楽しみなさいな。束の間の巡り合いを。
それでは、ごきげんよう。ケイちゃん、ケイちゃん、大丈夫だった？大丈夫。ケイちゃん、見せて。見せてくれないと直すこともできないのよ。それじゃあケイちゃんも困るでしょ。これなら今の私でも大丈夫。傷も残さず綺麗に消せるわ。本当？ええ、任せて。少しだけ我慢してね。次はこっち。
れ？私はバカだ。でも、ユメイさんだってバカだよ。私の血、飲んでくれてもよかったのに。どうしよう。どうしよう、どうしよう。とりあえずお風呂行こう。どうしたんだい？恋する乙女じゃあるまいし、朝っぱらからぼーっとして。え？寝不足かい？うん、そんな感じかな。ちょっと変な夢見ちゃったし。夢ね。咲夜さん、お醤油かけすぎ。いいだろう。私は塩気の効いてるのが好きなんだよ。鮭ならガチガチの塩漬けが一番だね。あのお茶漬けにでもしないと辛いやつ。そんなんじゃ血圧上がるよ。長生きできないよ。残念ながら憎まれっ子なんとやらさ。少なくともあんたよりは長生きするだろうよ。ほら、人のこと見てないで、あんたもさっさとお食べ。せっかくなんだから冷めないうちに。うん、そうだね。はっ。おかみさん、ご飯おかわりできますか？はいはい、どうぞ。あな、
おかずの方もいかがですか？進めてくださるのでしたら遠慮なく。ですけど、いいんですか？どうぞどうぞ。朝食は取られないという方がいらっしゃったので、少し余らせているんですよ。そういえば、宇月さんがまだ来てないね。あら、先輩さんとはお知り合いでした？はい、一応、私じゃなくて、さくやさんが。あら、それじゃあ浅間さんは千葉さんを取材なさったことが？いえ、そういった仕事とは別件で。そうですか。千葉さんもまだお若いのに家業を継ぎになっていて、今日も朝早くからお仕事だなんて立派なものですから、つい。あいつの仕事のどこが立派なんだか。はい。おかげで余計にありつけるおまんまの分程度なら、存在価値を認めてやるのもやぶさかじゃないんだけどね。あのね、次のニュースです。本日未明、蛇塚村で男性の変死体が発見されました。発見された男性は地元の中学校で歴史を教えている男性教諭、加野川さともりさん、30歳。加野川さんは先日より帰宅しておらず、家族の方は安否を気遣っていたところ、思いがけない訃報となった様子です。体内に血液が残されていなかったことから、死因は出血死とみられています。なお、遺体が発見された現場付近に血痕がなかったことから、加野川さんが殺害されたのは別の場所とみられており。こんな田舎まで、最近は物騒なのね。そうですね、昨日は泥棒なんてありましたし。泥棒ぐらいならよかったんだけど、いやね、血が一滴も残ってないなんて、吸血鬼に襲われたみたいで怖いわね。え、吸血鬼？夏だし、ついついそういった方面を想像してしまうわね。でも吸血鬼っていうのはあまり日本の怪談らしくなかったかしら。もらうって何を？あなたの血、特別な血。加藤さん？